今回は高橋子育てガイドブックをご紹介します。高橋市では子育て中の方やこれから高橋市で子育てをする方を応援するため、幅広く子育てを支援する情報をまとめた高橋子育てガイドブックを作成し、皆さんに配布しています。冊子では妊娠したら、子供が生まれたらなど、環境の変化に応じた制度やサポート体制などを可愛いイラスト入りで分かりやすく紹介しています。楽しく子育て、地域で子育てのページでは、乳幼児親子や妊婦さんが気軽に集まり、親子同士の交流や子育てに関する情報交換ができる子育て支援センターや保育園、認定こども園、放課後児童クラブなどの情報も記載しています。その他、子どものための障害福祉制度やサービス、子育てに関する施設や市内の医療機関などの一覧も掲載していますので、いざという時、とても心強い一冊となっています。こちらの一回り小さいサイズの冊子にはそれぞれのページの QR コードがついており、読み込んでアクセスすると電子版のガイドブックを表示することができます。この冊子は携帯しやすいよう小さいサイズで作りました。母子手帳と一緒に保管していただくのがおすすめです。高橋子育てガイドブックは市役所1階子ども未来課のほか、子育て支援センターに備えています。また市ホームページでも公開していますのでご覧ください。子ども未来課ではガイドブックのほかにも新たな取り組みを始めています。それが保育コンシェルジュの設置です。保育コンシェルジュの方にお話を聞いてみました。保育コンシェルジュをやっております三井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それぞれのご家庭やお子さんに合わせた保育園、子ども園などに関する相談や情報提供をワンストップで行っております。幼稚園、保育園、子ども園の入園に関する相談、各種子育て支援サービスに関する情報提供や利用に向けての支援など、それぞれの保護者の皆さんの不安や心配ごとにきめ細かく対応してまいりますので、お気軽にご相談ください。自分の子育ての経験上からいろいろと子育て中には不安や心配事がおありだと思いますので、お気軽にご相談ください。高橋市では子どもを産み育てることに生きがいや喜びを感じ、楽しみながら子育てをしていただけるよう、地域や社会が保護者に寄り添い子育てを応援する取り組みを進めています。今回ご紹介した高橋子育てガイドブックや保育コンシェルジュ制度を活用していただき、高橋市の子どもたちの健やかな成長へとつなげていければと思っています。高橋市権利擁護センターから令和4年度第3回高橋福祉法律何でも相談会開催のお知らせです。この相談会では市内で暮らす皆さんが地域で安心して生活できるように、福祉や法律に関するあらゆる質問や相談などをお受けします。日時は12月17日土曜日午後1時から4時まで、会場は川上総合学習センターです。弁護士、司法書士、社会福祉士など専門職の相談員がお話を伺います。なお、相談は新型コロナウイルス感染症対策のため原則事前予約制としておりますので、12月9日金曜日までにご予約ください。また当日は岡山県介護支援専門員協会高橋支部による権利擁護ミニ講座、みんな気になる介護のサービスとお金事情を午後2時から開催します。こちらは事前予約は必要ありません。ぜひお気軽にご参加ください。お問い合わせは
高橋市権利擁護センター、電話0866-56-0063までお願いします。皆さんのご参加お待ちしています。世代をつなぐ年金制度の時間です。この番組では毎月一度年金事務所の方をお招きし、年金制度について詳しく解説をしていただきます。今回のご出演は井上さんです。井上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本年金機構高橋年金事務所の井上と申します。よろしくお願いします。はい、井上さん、今回は学生納付特例制度についてお話しいただけるということなんですが、これはどんな制度なんでしょうか。はい、日本にお住まいの20歳以上の方は全員国民年金に加入するというお話はこれまでも出てきましたが、学生の方についても20歳になったら加入することになります。そうした中で、この学生納付特例制度は通称学特と呼ばれる制度で、前年所得が基準以下の学生を対象とし、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。毎月の保険料を納めるのが経済的に難しい学生の方について、学生の間の保険料を猶予し、社会人になって収入を得るようになってから納めていただく制度です。はい、井上さん、この学得メリットは一体何でしょうか。はい、メリットは2つあります。1つ目は、老齢基礎年金を受け取るためには10年以上の受給資格期間が必要となります。学得の期間はその必要な期間として算入されます。2つ目は、病気や怪我で障害が残った場合に障害基礎年金を受け取ることができます。なるほど。ではその手続きはどのようにすればいいんでしょうか。はい、手続きについては、20歳になる1ヶ月前に年金事務所からお送りする書類の中に同封している申請書、または市役所、年金事務所の窓口や日本年金機構ホームページから申請書を入手していただき、ご記入の上、必ず学生証のコピーを添付してご提出ください。おおむね1ヶ月ほどで審査結果が郵送されます。はい、学生証のコピーが必ず必要ということなので、皆さんご注意いただきたいと思います。井上さん、ところでこの制度なんですが、学生の方であれば誰でも利用できるんでしょうか。はい、この制度の対象は大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生で、ご本人の前年所得が単身者であれば128万円以下の方が対象になります。なお、在学期間が1年未満の学校など対象にならない場合がありますので、対象かどうか不安な場合は年金事務所にお問い合わせください。はい、井上さん、もしもの場合なんですが、手続きが遅くなってしまったり、または手続きをしなかった場合、どうなりますか。はい、皆さんにお伝えしたいのは、年金は老後のためだけではないということなんです。万が一在学中に病気や怪我で障害が残ったとき、学得の手続きを行わず保険料も納めていないと障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。それは大変ですね。必ず手続きしなければいけませんね。はい、そうなんです。ですが、障害年金といってもあまり実感が湧かないと思いますので、具体例を使ってご説明したいと思います。こちらをご覧ください。大学生の A さんと B さんがいたとします。2人は大学3年生の時に一緒に旅行に行きました。その時、不幸にも事故に遭い、2人とも寝たきりの状態になってしまいました。 A さんの方は20歳になってすぐに学得の手続きをしていたため、障害基礎年金を受け取ることができました。それに対して B さんは保険料の納付もせず、学得の手続きもしていなかったので、障害基礎年金を受け取ることができませんでした。この時、 A さんが受け取る金額は障害の状態に応じて毎年約80万円から100万円です。
これは障害の状態が回復するまで毎年支給されるわけですから、あるのとないのとではかなり大きな違いになることがお分かりいただけると思います。なるほど。こうやって具体的に聞きますと、手続きをきちんとしておくことの大切さっていうのが分かってきますね。はい。事故や病気はいつ起こるか分かりませんから、実はとても大切なことなんです。はい。障害基礎年金についてはよく分かったんですけれども、ちょっと話を戻していただきまして、その学徳が承認された場合、年を取った時に受け取る老齢基礎年金、これは一体どうなってしまうんでしょうか。はい。学徳の期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。ということは、最初にお話があったように、社会人になって収入を得るようになってから保険料を納めれば年金額に反映されるということですね。はい、その通りです。学徳が承認となった期間で10年以内であれば、猶予された保険料を後から納めることができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に納める場合は加算額がプラスされます。はい。井上さん、加算額というと利息のようなものなんでしょうか。はい。加算額は猶予されていた保険料を後から支払う場合の利息のようなものです。例えば、学徳の承認を受け猶予されていた平成31年度の保険料を3年度後の令和4年度中に納付する場合、当時の月額保険料16,410円に20円プラスとなります。なるほど。加算額はそんなに大きな金額ではないんですね。はい。学徳を利用しなくても納付できる場合はそれが一番いいんですけれども、経済的に納付が難しい場合はぜひこの制度をご利用いただきたいですね。はい。早めに納付いただくと加算額が少なくて済みますので、ぜひご利用ください。ご不明な点などありましたら、お気軽に年金事務所までお問い合わせいただけたらと思います。はい。では井上さん、最後に年金事務所からお知らせがあるということなんですが、どういったことでしょうか。はい。日本年金機構では、学校の協力のもと高校生や大学生の方に向けて年金制度を分かりやすく学べる年金セミナーを開催しています。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。また、年金事務所では年金の予約相談を実施しております。ご予約いただくと、お客様のご都合に合わせてスムーズに相談でき、相談内容に合ったスタッフが事前に準備の上丁寧に対応します。ぜひご利用ください。高橋年金事務所は高橋郵便局の斜め向かいです。お車でお越しの場合は駐車場もありますので、ご利用ください。はい。井上さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ぜひ次回もご覧ください。以上、世代をつなぐ年金制度でした。11月納期限の市税のお知らせです。11月納期限の市税は、国民健康保険税普通徴収第5期分、介護保険料普通徴収第5期分、後期高齢者医療保険料普通徴収第5期分です。納期限・口座振替日は11月30日水曜日です。口座振替を登録されている方は、振替日前に預金残高の確認をお願いいたします。高橋市では、市税等の納付について口座振替による納付をお勧めしています。口座振替による納付は納め忘れがなく、納付に行く手間も省け大変便利です。お申し込みは口座振替希望の金融機関などの窓口で受け付けています。ぜひご利用ください。現在、市税や水道料金などの納付は従来の口座振替や窓口納付に加え、コンビニエンスストアやスマートフォンのアプリを使っての納付も可能です。詳しくは高橋市ウェブサイトをご覧いただくか、市役所税務課0866-21-0215までお問い合わせください。火災を
防ごう。住宅防火、命を守る10のポイント。私たちの住む家には火災につながる危険がいくつもあります。令和2年に発生した住宅火災による死者数は899人。その原因の多くは私たちの身近なところから発生しているんです。住宅火災から家族を守るため、住宅防火、命を守る10のポイントとして4つの習慣と6つの対策に取り組みましょう。4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。タバコの火は確実に消すようにしましょう。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。寝る前やお出かけの際は消すことを心がけましょう。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。消し忘れに注意し、周りに燃えやすいものを置かないことを習慣にしましょう。4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグを抜く。テーブルタップなどはタコ足配線にならないように気をつけましょう。6つの対策。1、火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために消火器などを設置し、万一のために事前に使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。6、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。命を守る10のポイント、いかがでしたか？このポイントを日頃から意識して生活することで、ご家族のみならず地域の皆さんも安心して暮らせる社会の実現を目指したいですね。一人よりみんなで守ろう、命を守る10のポイント。フルバージョンはホームページにて公開中。総務省消防庁。健康づくり応援通信の時間です。さて、今回は11月10日から16日のアルコール関連問題啓発週間に合わせ、アルコールとの上手な付き合い方について健康づくり課の中村さんに聞いていきたいと思います。中村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回は飲酒についてということなんですが、市民の皆さんの中にはこう毎日の、ね、晩酌を楽しみにしていらっしゃるとか、たまに職場の方やご友人と一緒にお酒を飲むなんていう、こういわば楽しくお酒を飲んでいるという方がほとんどだとは思うんですけど、いかがでしょうか？はい、そうですね。美味しい楽しいお酒がほとんどだと思いますが、心身への悪い影響など心配なことがありますよね。そうですね。中にはストレスがたまるとお酒を飲みたくなる、または飲んでしまうという人も多いのではないでしょうか。今回はアルコールとの上手な付き合い方について紹介しようと思います。まずは皆さんにお酒の飲み方についてお尋ねします。いくつ当てはまるか数えてくださいね。飲む量を減らさなくてはと思ったことがある。他人に飲酒を非難されそれが気に障ったことがある。自分のお酒の飲み方に罪悪感を抱いたことがある。迎え酒をして神経を鎮めたり二日酔いを治そうとしたことがある。いかがでしたか？2つ以上当てはまった方はアルコール依存症の可能性があります。はい、中村さん、
アルコール依存症というとこうちょっと身構えてしまうんですが、まずは自分の状態を把握するということが大切ですね。はい、依存症かもしれないと思う方はお酒の飲み方や量を見直してみる必要があるのかなと思いますが、実際に飲みすぎってどのくらいなんでしょうか。はい、厚生労働省は健康日本21の中で節度ある適度な飲酒量を定めています。通常のアルコールを代謝する能力のある日本人は1日平均純アルコールで 20g 程度までの摂取が望ましいと言われています。例えばビールだと中瓶1本 500ml、 日本酒だと1合、酎ハイだと 350ml を1缶です。今一度見直してみましょう。近年女性や高齢者のアルコール依存症が増えています。特に出産・育児世代にあたる20代・30代が大幅に増加しています。女性や高齢者は中年男性と比べるとアルコール分解速度が遅いとされるため、先ほどの適正飲酒量の半分程度がいいと言われています。なるほど、そうなんですね。では中村さん、お酒を飲みすぎたりアルコール依存症になるとどんな悪影響があるんでしょうか。はい、長期にわたって大量に飲酒すると脂肪肝や肝硬変などの肝臓障害や糖尿病、膵炎などの膵臓障害のほか、消化管、脳、末梢神経障害など全身の臓器に障害が現れます。アルコールは体の健康だけでなく不眠や抑うつ、イライラ、不安など心の病気とも密接な関係があります。未成年飲酒の危険としては、未成年者はアルコール分解能力が未発達で時間がかかるため脳や体にダメージを受けやすく、健全な成長が妨げられる恐れがあります。他にも急性アルコール中毒、アルコール依存症になるリスクも高くなることが報告されています。妊産婦に関してですが、胎児はアルコールの分解能力が未発達であることや授乳により乳児の発達に影響を与えることも報告されていますので、妊娠中の飲酒はやめましょう。また過度な飲酒は体への悪影響だけでなく、対人関係の悪化による孤立化や家庭・職場でのトラブルなど多岐にわたります。はい、過度な飲酒が与える影響はとても大きいということが分かりました。実際に病気になって後悔するぐらいなら今から飲酒について見直してみるということが大切ですね。はい、飲酒は百薬の長などと言われますが、節度ある飲酒であれば問題ないんでしょうか。またお酒とうまく付き合うためにはどうすればいいのか教えてください。はい、確かにアルコールには血行を促進したりストレスや緊張を和らげたりする効果がありますが、最初にお話ししたようにあくまでも適量の範囲ならです。お酒とうまく付き合うためにはご覧のようにいくつかのポイントがありますので順番に紹介していきます。1. 食事と一緒にゆっくりと飲む。空腹時はアルコールが吸収されやすく血中濃度が急速に上がります。枝豆や豆腐などの大豆製品や海藻類、野菜などで作ったおつまみを食べながら飲むといいです。 2. 週2日は休肝日にする。週に2日は肝臓をアルコールから解放することで依存も予防しましょう。 3. 服薬中はお酒を飲まない。アルコールは薬の効果を強めたり弱めたりします。また精神安定剤と一緒に飲むと双方の依存を早めることが知られています。 4. 定期的に検診を受ける。定期的に肝機能検査を受けて飲みすぎていないかチェックしましょう。また少量の飲酒後に顔が赤くなる方はアルコールの分解が遅い体質で、がんやさまざまな臓器障害を起こしやすいと言われています。そのため食道や大腸などがん検診も受けましょう。はい、私も含めましてお酒を飲まれる皆さんには十分気をつけていただきたいと思います。さて中村さん、他に何かありますか。はい、高橋市では心の体温計を導入しており、その中にアルコールチェックモードがあります。ウェブサイト上でいくつか簡単な質問に答えるだけですので、ぜひご利用いただき、ご自分のお酒の飲み方を振り返ってみてください。
アルコール問題は本人、家族ともに一人で抱え込まず、周囲からのサポートを受けることも大切です。早めに家族や友人、公的機関など相談できる場所を作りましょう。はい、ということで今回は健康づくり課の中村さんと飲酒についてお送りしました。中村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん適量を守って楽しいお酒を飲みましょう。それでは失礼します。市役所福祉課から義援金の受付についてお知らせします。現在ご覧の被害について義援金の受付を行っています。市役所福祉課、各地域局、各地域市民センターに義援金箱を設置していますので、市民の皆さんの温かいご支援をお願いします。お問い合わせは福祉課電話0866-21-0265までお願いします。健やかスマイル、お誕生日を迎えたお子さんをご紹介します。成和町成和の別所源ちゃん、3歳のお誕生日おめでとう。成和町下原の森美月ちゃん、4歳のお誕生日おめでとう。朝日町の岩木かなとちゃん、6歳のお誕生日おめでとう。横町の鍋島彩子ちゃん、6歳のお誕生日おめでとう。広報高橋と高橋市行政放送では1歳から6歳のお誕生日を迎えるお子さんの写真を募集しています。応募について詳しくは高橋市ウェブサイト、または広報高橋市民のページをご覧ください。お問い合わせは秘書企画課0866-21-0210までお願いします。法務局からのお知らせです。昨今親族間で相続をめぐって争いが生じる事例が問題となっていて、遺言制度が注目されています。遺言書は大きく分けて2種類あります。法律の専門家である公証人に作成してもらい、公証役場で保管する公正証書遺言書と、遺言者本人がすべてを自筆で作成し自分で保管する自筆証書遺言書です。自筆証書遺言書については、遺言者本人が金庫や仏壇、タンスなど自宅で管理するしかありませんでした。そのため災害などで亡くなったり、遺言者以外の人に持ち出されたり、内容を書き換えられるなどの恐れがありました。そこで令和2年7月より自筆証書遺言書保管制度が始まり、法務局で遺言書の保管ができるようになりました。この制度を利用することで紛失、持ち出し、改ざんなどの恐れはなくなります。また相続開始後、自宅で保管していた遺言書に必要な家庭裁判所による検認手続きが不要になるほか、一定の条件の下で法務局から相続人全員に遺言書の存在を知らせることができます。自筆証書遺言書をお考えの方は、ぜひ法務局の遺言書を保管する制度をご利用ください。法務局からのお知らせでした。